お願いします。
介したいと思うので、お食事をよろしくお願いします。こちらへどうぞ。はい、それでは自己紹介します。千尋です。あさかです。ゆうなです。まいこです。ももです。かのんです。あずみです。りおです。まいこです。まこです。10人合わせて、スプラッシュです。よろしくお願いします。はい、皆さん、暑い中来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。皆さん一生懸命頑張ります。みんなで一生懸命頑張りますので、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。それでは恒例の三次体操いきましょう。じゃあ今日はアッシュ生はステージの前で、はい。でお客さんからはステージに上がってきてもらおうと思います。はい。アッシュ生皆さん踊れると出てきてください。おいで。いいよ。お客さんもぜひぜひ。誰でもいいよ今日は。あ、そうそう。誰かもするからね全然ね。そう。大丈夫だよ。親子でもいいですよ。あ、ありがとう。あ、ありがとう。あ、いつもありがとうね。そう、アッシュ生はみんなステージの前でバシバシに。はい。え、もっと登ってきていいよ。もっともっと来ていいよ。あ、ありがとう。え、お姉さんたちも来ていいよ。お姉さんたち隠れてない。あ、ありがとう。お姉さんたちいるかな。ありがとう。じゃあ、ちい姉ちゃんのとこに。うん、ありがとう。A クラスのみんなが集まってくれた。もういいですか。まだまだの全然受付中でございますよ。いいよ。いい、もういい。待って、マックスちゃんが来てくれたの。やったー。来て来て来て。やったー。ありがとう。今日はですね、丸ごとアッシュということで、今回はスクール生も、はい、ステージに登っ、今日はお邪魔させていただくということで、はい、え、もっともっとみんな見えるとこおいで。ステージに登ってきてくれるお客さんもぜひぜひまだ募集中です。来てください。一緒に踊ってくれる人来て来て。ていうかさ、今日めっちゃ天気良くないですか。ちょっと暑いね。どう、めっちゃ暑いよねみんな。10月なのに。あ、じゃあちょっとそこ前の方がぎゅうぎゅうになってきたんで登ってきていいよ皆さん。じゃあ後ろにマックスちゃんとか行きますか。そろそろいいですか皆さん。え、いいの。行きますよ。はい、それじゃあよし、じゃあレクチャーしていきましょう。それでは、いきますよ。恒例のレクチャーをしていきたいと思います。みんなは前のお姉さん見てやってみてください。それでは、私たちが、せーのってやったら、1、2、3、フレチェーで、読みよのポーズをしてください。あ、ありがとうございます。皆さん見えてますよ。ありがとうございます。次が、膝、肩、バンザイ、サッチェ。ここでサッチェに変身してください。そうそう、ばっちり。次が右に、1回、2回、もう一回、膝、肩、バンザイ、サッチェ。次は左に、1回、2回、もう一回、膝、肩、バンザイ、サッチェ。次は前に、ガオー、ガオー。次は、右にユーミーや、左にユーミーや、1、2、3。はい、ここまでです。皆さんバッチリですね。ありがとうございます。それでは曲に合わせてやっていきたいと思います。皆さん準備はいいですか？お、ありがとうございます。皆さんも踊ってくださいね。それではミュージックスタート。Yeah!
拍手をお願いします。ありがとう、ありがとう。みんなの笑顔がキラキラしてましたね。ありがとう、上手。ありがとうね。サナレ、サナレンジャーの子です。ありがとう、サナレンジャー。ありがとう、ありがとう。全然迷った楽しかったね、楽しかった。いっぱいいっぱい登ってくれました。2回目もあるけん、ぜひぜひもっともっと皆さん登ってきてください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、今日はね、まるごと暗衆ということで、先ほどの参加体操でもアクターズスクールのね、子たちがね、いっぱい登ってくれたんですが、スプラのステージが終わった後、12時30分からまるごと暗衆の第1部が始まるので、スプラのステージが終わっても暑いけど皆さんそのままそこで待っていてください。楽しみにしとってね。楽しみだね。ちょっとリハーサルも見たけど、ね、そうね、ネタバレちゃん。楽しみにしていてください。はい、はい、それでは次の曲に行きたいと思います。次は私がソロを少し歌わせて私が思います。はい、歌手のコキアさんが歌われている楽曲で、コキアさんは内閣府、災害被害を軽減する国民運動のサポーターをしておられていて、新潟県中越地震の時に災害を受け提供された曲、私にできることという曲です。日本では8月や9月に台風や大雨などの災害があって、まだ復旧していない地域もたくさんあるというニュースを目にしました。そんな方々のためにこの曲を歌います。それでは聴いてください。知れませんが、少しでも皆さんにこの力が届いたらいいなと思います。それでは次は12時半からアクターズスクール生全員のステージです。そしてスプラッシュの2回目のステージは15時10分からなので、皆さんこのままお楽しみください。ありがとうございました。それではスプラッシュでした。バイバーイ。ありがとうございました。スプラッシュに大きな大きな拍手を送りください。